ソフトバンクのピッチャーの潜在能力に期待していると言えます。大竹投手獲得後の阪神岡田監督は、左の先発というのも少なかったし、いい選手が取れたと思っているよ。自分の意向というか、そりゃ当然、そのメンバーの中で、ああ、これやったら大竹欲しいってね、一番欲しかった。そうそうそう、俺んとこに関してはな、野手よりもピッチャーは何人おってもええし、ましてや左で先発ができる、その辺がマッチしたけどな、とコメントを残しています。面識こそないそうですね。母校、早大から初めて育成ドラフトで入団していこう。気にかけてきた選手だそうです。結果的に実績のあった陽川選手を提出することで、候補者の中で一番欲しかった選手である大竹投手を獲得できたことは、阪神の戦略価値とも言えます。阪神の島村聡球団本部長は、大竹くんに関しては、うちの先発陣に入っても十分に通用するだけのものはあると思っている、と評価。さらに、球種が多彩、ストレート率も約半分あるんですけど、あの大きなカーブ、いろんなボールが投げられ、常日頃見ていた投手と高い評価であることを明かしています。